相馬先生。あ、おはようございます。おはようございます。ちょっと今お時間いいですか。あ、大丈夫です。はい、ここにある理薬療法実践ナビ、これ臨床実習生と若手療法者のために書いた本じゃないですか。はい、読ませてもらったんですけど、めちゃくちゃ面白い。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白くてですね、はい、ぜひこれをちょっと YouTube とかの映像で結構紹介した方がいいんじゃないかなと。そうですね、思って。はい、で今回、はい、ぜひそれを相馬先生に、僕ですか、やってほしいなと思って。いや、僕はちょっと人前に出るのも恥ずかしいですし、でもこれ執筆ちょっとされましたよね。そうですね。で読ませてもらったんですけど、はい、相馬先生のあの文章力最高に面白かったです。本当ですか。そして最高にいい文章書いてます。本当ですか。そして園部先生が、はい、相馬先生にやった方がいいんじゃないかなって言ってました。やりましょう。じゃあ、はい、もう撮っちゃいますか。撮っちゃいましょうか。 OK、 OK です。お願いします。お願いします。撮影班準備お願いします。これいらないです。皆様こんにちは。五島クリニックの相馬啓太と申します。今回はラオの項目の執筆をさせていただきました。この書籍が臨床実習を通して指導する側、また指導を受ける側、双方にとってより良い学びの場となる礎となれば、これほど嬉しいことはありません。どの書籍にも言えることですが、書籍を読むだけでは内容をすべて理解することが難しいこともあると思います。今回実技映像などもありますので、なるべく分かりやすくお伝えできればと思います。私が学生の時にこんな本があればよかったなと思えるような書籍になるよう執筆しましたので、ぜひ読んでみてください。では本題に入ります。まずこの2つの図を見てください。この図2の A と B は股関節疾患でよく見られる箱として知られています。立脚期に有脚側の骨盤の下勢が見られるトレンデレンブルグ兆候と、立脚期に立脚側に体幹が傾くデュシェンの跛行があります。この2つは股関節疾患に多い跛行となっています。先天性球外形成不全や変形性股関節症などの保存例では、どちらも同じようにこのような跛行が生じます。しかし手術後は立脚期に立脚側に体幹が傾くデュシェンの跛行が圧倒的に多く見られます。またラオでは臀部を後方に引いたデュシェンの跛行を停止しやすいことを知っておくと良いでしょう。跛行が出ていて何が悪いかということですが、もしデュシェンの跛行がずっと出現している場合は、股関節だけでなく膝や腰部などの隣接関節や他の部位にも多大な影響を与えることは容易に想像できますよね。また股関節の可動域がなかなか改善されなかったり、筋力が弱いままだったり、バランスが悪くなることで転倒する危険性が増える、また ADL や QOL が低下することなども考えられ、いい影響をもたらすことが少ないからです。そのため今回は動作を中心に解説していきますが、患者の症状に合わせながら何を改善したいのかということを評価から明確にして、その問題に対してアプローチするといった考えは常に持つことが非常に重要だと思います。術後にデュシェンの跛行が多い理由として、これらの理由が考えられます。まず術後早期に多い理由として、疼痛逃避姿勢であるということです。デュシェンの跛行では身体を傾け、関節の適合性を高めようとしていることが見られます。さらに術後早期では術倉部に過剰な伸長負荷が加わらないように、倉部を縮めるようにしてデュシェンの跛行が生じると考えられます。次に股関節内転可動域制限があるということです。術後は外転筋群、外旋筋群、天使部周辺の表層組織の侵襲が多いことから、股関節内転可動域制限が頻発します。股関節内転可動域制限がある場合は、外転筋力の有無に関係なくデュシェンの跛行が生じるということを知っておくと良いでしょう。中殿筋の筋力低下は様々な文献や教科書にも記載されていると思います。中殿筋が股関節外転作用があり、骨盤を平行に保つ役割があります。中殿筋の筋力低下がある場合、身体を同側に傾斜させて股関節の適合を図ろうとします。しかし認証を行っていく中で MMT4 以上でもこのような跛行が存在することは多いです。筋力があるのに身体が傾く場合は、なぜそのような跛行が生じているのかを一つずつ評価することが重要です。術後の疼痛、内転可動域制限、股関節外転筋の筋出力不十分、これらの3つの問題を避けるための跛行であるということがわかります。このことが股関節外転筋への過度な伸長負荷が加わるトレンデレンブルグ兆候よりもデュシェンの跛行が多く見られる理由となります。このように跛行が出ているから治すということではなく、跛行がなぜ生じているのか、それがなぜ良くないのかということを知っていると、
箱を改善する時期が適切になり、改善方法のアイデアも多く浮かんでくると思います。いや最高でしたよ。ありがとうございます。いや最高。どうだった？いや緊張しましたね。緊張した、はい、でもさ、はい、撮影中さ、なんであんなずっと目細いんですかもうあの原稿を僕作っといたんですけど、はい、ちょっと見づらくて目がこんななっちゃいましたちょっとどうかどうか、はい、動作分析中はどんな目してる同じじゃん動作分析の時はもうがっつりこう見てる、見開いてます。素晴らしい、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました OK OK